こんにちは、ももこです。みなみです。今日は群馬県2日目で、ちょっと天気があいにくの曇りなんですけど、2日目も楽しみたいと思います。行ってきます。今からちょっと雨が降ってきたんですけど、レールバイクに乗って群馬県の景色を楽しんできます。行きます。すごい、こんな感じ。ねえ、大きいね、すごい。ねえ。霧がかかって綺麗、ね、うん、ね、次のスポットに行ってきます。行ってきます。すごいすごいね。めちゃめちゃいいね。バンジージャンプできる、ね、やりたいね。ちょっとねえ、こんな怖いけど。景色はめちゃくちゃ、ね、
かちゃん、さくらちゃん、頑張れ。電動自転車で楽しとくね。すごい、すっごい綺麗、ね、もう全部山のここは景色が見えます。すごい ね、 ね、あ、え、見える？ダムが溢れたらこんな感じ。すごい、本当にダムがすぐそこに見えるし、ね、山の景色もめっちゃ綺麗。すごいね、綺麗。あるね、何これ、花豆、美味しそう、ね、さあレスト、このダムカレーパンちょっと気になるくらい、え、これも気になる、美味しそう、美味しそう、ね、なんだろう、ダムだって、ね、ダムの形してるから、あ、そういうことか、わあ、美味しそ う、 しそう、ね、ね、これも美味しそうだな、ね、美味しそうだね、絶対この景色見ながらさ、あ、本当だね、最高だよね、晴れてるし、ね、え、さ、なんかお湯、お湯って感じ、うん、かわいい、いいね、綺麗、うちの駅、うちの駅、なんか気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、あったかい、うん、高所恐症の方はちょっと、怖いかも、うん、じゃあ今から借りたところに戻ります。楽しかった、雨予報だったのに降ってないな、誰晴れ女誰だろう、誰、嬉しいね、めっちゃすごい絶景なのに、ちょっと雨だけどね、この和室と洋室のいいね、このスーツルームだから、ここはね、プロも特別に、あ、いい匂い、なんかこの温泉の代表的なのはこのマシュマロなんですけど、チョコとクラッカーと挟んで食べてもらう、もう1個はキャラメルを焼いて焦がしキャラメルって感じで、はい、でちょっとレアなやつあるんですけど、あんこチーズって言ったんだけど、これ
一番難しいです。難しい。ね、初心者だから。これとこれにしようか。バイキンはどうだった中にチョコを挟んで、クラッカー、はい、いただきます。おいしい。うん、焼きマシュマロ、これからこれだね。うん、うまい。キャラメル、いきます。これから焼きキャラメルしようがね、あるじゃない。うん、キャンプしてる気分。あったかそう。暑くないですか？はい、うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。